ボスクオーレ仙台、ボスクオーレ仙台、バスキュア仙台は、日本の宮城県仙台市をホームタウンとする、日本フットサルリーグに加盟する、フットサルクラブ。1998年にディアボーイズ仙台として、発足し、東北フットサルリーグに参加。2012年にディアボーイズ仙台が解散し、クオーレ仙台に改称して、再出発した。2013年3月には、 ボスクオーレ仙台に解消し、同時に F リーグ巡回員に認定された。バスキュアとは、伊達政宗の時代から仙台に、縁の深いイタリア語で、森を表す、ボスコと、勇気や志を表す、クオーレを、ボスコの頭文字を勝利の象徴である、V に変えて掛け合わせた造語。ボスは、ラテン語で、あなたたちのの意味でもあり、地域に根ざすクラブを表す。 2013から14シーズン途中の2013年10月には、元サッカー選手の千葉直樹が加入。2014から15シーズンから、日本フットサルリーグに加盟した。会リーグ加盟に合わせ、2014年4月に、運営会社を株式会社化。経営基盤の確立を図る。株式会社化すると同時に、クラブ代表者が、旧運営法人の一般社団。 法人代表理事であった中野歩美からペガルタ仙台福島ユナイテッド FC でフロントスタッフを歴任し現在もなお FIFA 公式エディターを務める鈴木秀俊に交代一般社団法人はスクール事業等を引き続き運営する湘南ベルマーレから黒元佐々木亮、今井翔を獲得アグレミーナ浜松から中島亮太を獲得した また地元宮城出身の伊藤直人を、デウソン神戸から、藤巻公平を、東北一部フットサルリーグのバンフ仙台から、特別指定選手にて獲得した。カイリーグ参戦初年度は苦しい戦いを強いられ、12チーム中11位でシーズンを終える。2014から15シーズン終了後に、ヒカリカルド監督が退任。また、2014から15シーズンから、サテライトチームが、 東北フットサルリーグに所属している。サテライトチームはこのシーズンを1位で終え、フットサル地域チャンピオンズリーグにも出場して3位となった。全日本フットサル選手権には東北代表として出場した。2015から16シーズンにはサテライト監督であった佐藤隆之がトップチーム監督に就任。湘南ベルマーレから富田博や久光邦明、森治を バサジイオイタから日本代表経験のある村山隆三をペスカドーラ町田から同じく日本代表経験のあるカリノシンをそれぞれ獲得。8月には新監督として FC バルセロナの下部組織等での指導経験を持つホセ・フェルナンデスを招聘。佐藤はコーチとしてチームに止まる。このシーズンは12連敗を含む23戦連続未勝利と苦しみ、 12チーム中再開でシーズンを終えた。サテライトチームは東北フットサルリーグ2位となり、東北代表として全日本フットサル選手権に出場した。シーズン終了後、トップチームの10選手が退団したと、鈴木秀斗社長の人気満了に伴う退任。2016から17シーズン前にはトップチームに8選手が加入。このシーズンも12チーム中再開でシーズンを終えた。 第4節終了後に、黒本以来となる、外国籍選手3名が加入した。この後徐々に、チーム成績が向上し、チーム初となるカイリーグ連勝などを記録、過去最高となる9位でシーズンを終えた。2018年1月18日、カイリーグが2018から2019シーズンから2部制を導入するにあたって新設される、F リーグディビジョン1へ参加することが決定した。 シーズン中の2019年11月14日、カイリーグは2020-2021シーズンウェイフリーグクラブライセンス審査の結果、ボスクオーレ仙台にディビジョン2ライセンスを付与し、2020-2021シーズンディビジョン2への降格を決定、発表した。クラブの坂本利夫は降格について経営の赤字が理由と公表、カイリーグ側が1。 二部を分ける明確な基準を公表していないため対応に苦慮したと述べた。クラブ財政面の立て直しを図るため、会にリーグ戦への参戦をしないこととなった。会リーグ所属クラブとプレシーズンマッチとして6試合を予定しているがこの他については未定である。2021年4月15日、新しい運営母体である一般社団法人スポーツプロジェクト東北は共同代表である 高橋直樹、本間一馬の連名で、2021から22シーズンの F リーグライセンスは、会にライセンス保留となったと説明し、事実上、リーグライセンス不交付により、会にリーグへの復帰は、シーズン開始当初は認められないことになった。これについて、クラブエンブレム、およびロゴなどの商標権の使用が、旧母体である、株式会社ボックスオーレ仙台の再権者によって、 差し押さえられており、それを解除しなければ、会、リーグエンブレムロゴを使用できないため、リーグ戦への参加も認められないためとしており、今後は、トップリーグに求められる、組織体制をさらに再構築し、2022から23シーズンからの F に復帰を目指すとしている。2018から19シーズン終了時点2018から19年シーズン終了時点黄色、緑以下。 2014から19は2014から15シーズンから2018から19シーズンのいありがとうございます。